あ、こんばんは。It's Egon the Brand。で、今日は横浜に行きます。はい。で、前回のビデオが疲労の紹介動画だったんだけど、今疲労から歩いて恵比寿に向かって、そこから直通の電車に乗って横浜に向かいます。はい。懐かしいな、疲労と横浜。昔毎日疲労と横浜、疲労でやってたからさ。バイト両方でしてたもんね。疲労でもしてたし、横浜だとビールの博物館で、うん、ブレンはバイトしてたからね。そう、あと学校が横浜にもあったからさ、なんか横浜が懐かしいね。うん、昔3年前に日本に帰ってきた時に横浜の動画撮ったんですけど、私が、うん、間違えて消してしまったので、だから再チャレンジ。再チャレンジ、はい、行きます。行きます。これなんかビールだよ。あ、かわいい。ビールの電気ライトがついたら切れそう ね。ちょっとなんか気温が上がった。エビスビールだからか。あー、ね、だからか、ね、よくわかりましたね。わかりました。激アツだね。もう背中がびちょびちょで気持ち悪いよ。ね。喉乾いた。ね。あんな緑茶飲んだのにね。ね。でも汗かいてるからさ、もっと飲まなきゃだよ。今、京急線に乗ってます。すごいね、席がね。あんまし乗ったことないんじゃない？ない、うん、だってこういうのなんかすごい高いイメージ。でもね、全然変わらない、ただ快適で。懐かしいな。懐かしいんだ。だってさ、学校終わりにさ、友達とここに来たりとかほぼ毎日してた。じゃあ、ね、ブレンの青春。ね、俺の青春だよ。お金使いすぎて青春。お母さんにすいません。そうだね。じゃあブレンにあちこち案内してもらおうかな。はい。じゃあまずはどうしようか。西口の方に行こうか。西口？ OK。 A さん行きたいからね。ね、そのゲーセンもよく行ってた？よく行ってたよ。まだあるといいね。あると思う。だって前回セイゴといたもん、このゲーセン。でもほら、もうコロナが始まってさ、ね、潰れてないといいね。でも対等だけどね、どうかな。台東ステーション潰したから次はハンドワンに。あれ、これ秋葉動画だったっけ。あれ、続き続き行きましょう。でもここも来てたんでしょ。横浜の秋葉原です。はい。横浜に駅西口。ここも来てたんでしょ。来てたよ。じゃーん、ガチャガチャガチャ、いくよ。はい、ラバーマスコットかな、ね、あ、缶バッジだった。缶バッジだった。あ、しかもまたマリだ。ね、最近多いね。ね。買い物。これから夜ご飯を食べに行くのだけど。はい、これからは家系ラーメンの発祥の吉村に行きます。吉村屋、それとも吉村、ただ吉村ーラーメン吉村、後で確認します。はい、場所は分かる。分かる。 OK。
動画だよ。桜木町動画。ブレンはよく来てた？うん、なんかね、たまにね、やっぱ糸帰りにね、あっちの方のあのココイチ一番食べてた。ココイチ？そう。さっきはのんちゃんママにね、うん、のんちゃんママパパに会ってきました。いつも大変お世話になってます。大変お世話になっています。これからもお世話になります。はい。今はね桜木町に来てて、まあブレンのねちょっと懐かしいところちょびっとブラッとしながら、その後にまああのこれからちょっとホテルにね、そう最初ね先にホテルに来て、うんね、この後ちょっとブラブラと、そうだね、行きましょう行きましょう。すいません。ちょっと行きます？帰った。行かない？うん。行くけど。行きますとも。皆さんが桜木町の夜景が見たいって。そうだね。ブレンの好きな夜景を見に行きましょう。お願いします。その夜景スポットとか知ってんの？桜木町よく見える場所とかさ、あとはこのホテルの一番屋上からも綺麗に見えるかもね。うん、でも桜木町が綺麗だよ。じゃあ自信満々のブレンちゃんに連れてってもらいましょう。はい、眠くて。行こうか。行こうか。前回日本に来た時はこれまだなかったよね。そうね、俺覚えてないけどね、覚えてでもなんか綺麗になったっていうかね、新しい建物に見えるね。ね、そうなかったよ、これ建物もなかったし、このエアキャビンも最近ねできたもんね。だからこれも初めて見る。こっから出るの？ほら出てるね。この見えるかな、このねゴンドラみたいのがこっからぐーって行くんだね。どこまで行くのこれ。こんなおしゃれなやつがあるんだ。いつか乗ってみたいね。そうだね。これ銀座でね、全部桜の木だから、ね。あ、そうなんだ。そう、だから桜の木めっちゃ綺麗ここ。他で写真撮ってあげようかな、ブレンの。ちょっとこっちに。うん。なんかもっといい写真スポットある。本当。皆さん、このブレンを信じて、いい写真スポットを教えてもらいましょう。先調べたワールドポーターです。うん、ここ、いいよ、まあここも OK。 ここが写真スポットじゃない？ね、ええんやい？綺麗だね。みんなこうやって下からこうやって撮ればいいんだよ。これ動画だけど。スポットだったよ。あ？ランドマークタワーすごいじゃん。確かに。下からこうやって撮れば良さそう。よいしょ。はーい、ってことで今はもうホテルの方に戻ってきてます。はい、今日はねもう。疲れましたしね、足もなんか疲れたし、うん、今日はよく寝て明日は静岡の方に来ます。はい、静岡初日は御殿場アウトレットに行って、うん、一日過ごしたり、あと夜は熱海の旅館に泊まるので、うん、その様子も動画撮りたいと思います。はい、じゃあまたその時にお会いしましょう。はい、この動画面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。はい、あとは概要欄の確認お願いします。はい、ということでじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。